福島アビリンピックにはパソコンのデータ入力やビルクリーニングなど6つの部門に40人が出場しました。この大会は障害者の職業能力を高め雇用促進を目指して開かれたもので、出場者たちはキビキビとした動作で競技に臨んでいました。学校で練習した成果を全部出したのかなと思ってます。県内の民間企業の障害者雇用率は 2.19% で、法律で義務付けられている雇用率 2.3% を下回っていることから、県などは障害者の雇用促進に力を入れています。各部門の優勝者は県代表として11月に愛知県で開かれる全国大会に出場します。